皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド、パート51やっていきましょう。今回も前回に引き続き、アッカレ地方の方を進めていければと思います。左側にあるドクロ池ですね。ここにある祠を見つけて、なんとか祠チャレンジ達成したいと思いますが、赤き月の夜ですね。赤き月の夜、毎回演出怖いからやめてほしいよね、と思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。うわ、もう上がってる月見てる時点で怖いわ。とりあえず気にせずドクロ池の方行きましょうか。祠の中に入っちゃえば、まあこっちのもんですからね。祠の中って時間進むんだったっけ？っていうか待てよ。ここ怪しくないかなんか。このさ、すごい変な木がいっぱい生えてるのと、ガーディアンが2基。意味深な気もするけど、なんもないよな。コログとかでもないか？何なんだろう。ちょっと怪しいけど、赤き月の夜が気になっちゃってそれどころじゃないので、もうドクロ池の方に走っていきましょうか。これ12時ジャストに、あれなんだっけ、ムービー入るんだったっけ。うわ、じゃあ12時の前に祠の中行きたいな。あと1時間間に合うでしょうか。ファイヤーキースがめちゃくちゃ邪魔だな。ちょ、こっち来ないで。頑張りゲージはもう3周マックスなので、これ以上長くは走れないんですけども、ちょっと山火事になるよ。そんなことしてたら、うわー、びっくりした。スタルモリブリンも出てきまして、祠の方にダッシュ。っていうか待てよ。私の記憶が正しければ、ドクロ池ってさ、もう片方の目のところにあいついましたよね。うわ、先そっち行くか。ちょっとそっち行ってもいいですか。祠は、これ登ればいくらでも行けるんで、この下行きたい。うわ、赤き月の夜のあれが入ってきたな。ほら、ガノンのモヤモヤが。怖っ。そしてもう、あ、いた。ちょっといろんなことが同時に起こって、皆さんも MK さんも頭がパニック状態なんですけども、私はあなたに会いたかったんですよ。そして、話しかける前に一旦赤き月の夜終わらしとく？ムービー。あと5分だもんね。雲が大変なことになっております。ここのムービー、怖いけどたまには見ますか？あんまり見ませんもんね。いつも飛ばすもんね。はい、赤き月の時が来ます。まあ敵復活するからさ、ありがたいっちゃありがたいんですよね。もう倒しちゃったライネルとか、イワロックとか、その辺も復活、あとはヒノックスとかか、その辺も復活するから、アイテム回収的な意味では、まあありなんですけども、そんなことより、あなたですよ。こんにちは。ヒギー、キルトンさん。久しぶり。久しぶりって、まあ、実況では会ったことないんですけど、MK さんは発売当時、ね、めちゃくちゃ好きなキャラクターでした。なんだっけただのハイリア人じゃないですか。あなたは何ですか？はい。私、なんか、口のところにある黄色いのは、シールなのか、牙なのか、模様なのかよくわからんけども、申し遅れました。私、キルトンと申します。まさか、魔物ショップの噂を聞きつけて、わざわざここまで、そうですよ。魔物ショップ、申し訳ございません。魔物ショップは、ただいま、準備中なんですよ。あれ？準備中なんだっけ最初は。そうだ。お名刺をどうぞ。お名刺。はい。魔物素材、高価買取いたします。魔物ショップ、キルトン。そうなんですよ。この人はね、魔物素材高く買い取ってくれるプラス、この人からしかもらえない装備とかもあったりするんだよね。はい。じゃあ、お名刺返してくださいね。返すシステムなんですね。そういえばあなた、魔物はお好きですか？好きって答えた方がいいかな。どのくらいお好きですか？ま、かなり好きって言っておいた方がいいよね。私の方が魔物を愛してる。そこを怒るポイント。怖っ。ごめんなさい。あなたには負けますとも。ごめんなさい。またやってしまいました。私、魔物が好きすぎて、お店、魔物ショップを開いちゃったんです。さあ次は、どこの村を拠点に魔物調査しましょうかね。かかりこ村か、果ての村。いやいや、リトの村や、ゾーラの里も捨てがたい。足を伸ばして、ゲルドの町か、ウオトリー村。近いところなら、アッカレコか。考えただけで、ゾクゾクしてきました。それでは、魔物調査の旅に行ってきますね。また、どこかの村で夜にでもお会いしましょう。そうなんですよ。こっからはランダム出現になっちゃうんだよね。いやー、まあでも一度会えてよかったです。キルトンさんということで、じゃあ、祠行きますか。これリーバルトルネードで無理やりもう登るしかないようなでっかい花、ちょっと怖いね。はい、じゃあここ思いっきりリーバルトルネードでジャンプして、いけるかな。うわー、びっくりした。竜やめて、ほんとびっくりするから。MK さん、竜苦手だって何回言ったらわかる？そして、待って、これ休憩スポットある？あるんだったら登れるけど。あるね。はい、休憩スポットで休みつつ、待てよ。もう一回使うか、ここで。はい。リーバルトルネード、上昇気流をさらに作って。うわ、まだか。うわ、もう竜が毎回さ、視界に入ってくんの、ほんとやめて。ほんとそれおかしいよ。そしたらもう一回、ここで最後のリーバルトルネードを使っていきましょう。どんだけ高えんだ、ここ。うわ、これでもた、竜が近いな。竜がいっつも近いのやめて。で、ここでまた回復しつつ、ちょっとリンクさん。一回立ち上がって。で、ここ登って。まだまだか？おい。一旦ここでも休憩。あららら、ちょ、待て。リーバルトルネード3回しか使えないの？もうなんか5回ぐらい使えるようにしてくんないかな？さすがにそれはって感じ？はい、こう来て。あ、これいける？ちょっと怪しくない？大丈夫でした。まだかな？もうちょっとだよね、多分、ほこら。待て。なんかドラゴンの、BGM に一瞬変わんなかった、今。ほんとやめてよ。求め、どこ？目に入んなかったら目に、あ、そこか。あ、もう上行ったな。よし。あいつはもう来ないと思います。で、こんなことしてるうちに雨になったりしたら最悪なので、ちょっと早めに登っていきましょうか。はい、もう、また竜だと思ったら、ゴロンマウンテン、デスマウンテンだ。まあ、そんなのはいいとして、ツナ界の祠。これ、祝福？どうだろう？一応これあれだよね。ドクロの左目。はい、ほこらチャレンジはクリアしましたが、右目じゃない？あ、そっか。ドクロから見ると左目なのか。わかります？マップで見ると右目なんだけど、ドクロが顔だと思えば確かに左目だよね。お、そして祝福だ、ありがとう。まあ確かに登ってくるの、これリーバルトルネードなかったらめちゃくちゃきつくないか？火炎の剣。何個持ってんの？火炎の剣ありすぎじゃない？もう2個ぐらい持ってる気がする。ほら、火炎の体験か。じゃあ普通の火炎の体験捨てて、この耐久アップのやつ持っていきましょうか。はい。あ、待てよ。これ火炎の剣だな。火炎の剣と火炎の体験は別物か。まあ、いいんですよ。どっちでも。ということで、はい、証をくださいな。で、もう証をね、これ以上集めても頑張りゲージを上げることはできないと言われてしまったので、あとはハートに振るしかないんですよね。まあ、どっちみち3周終わったし、ハートに振ろうとは思っていましたが、でもこんなもんだったっけ？なんかもうちょっと頑張りゲージに触れたような記憶もあるんですけども。っていうかさ、私の記憶が正しければですけど、確かどっちもマックスにはできないんだよね、これ。魔物のさ、果ての村だったっけ？あれ？ちょっと忘れちゃったけど、どこだったかな？古代研究所の近くのなんか魔物の取引、悪魔の取引みたいなやつで、頑張りとハートを入れ替えることができるんですけど、確かさ、ハートマックス、頑張りマックスって同時できないんだよね。どっちか、びっくりした、違う。どっちかをマックスにしたら、どっちかは中途半端になったようなイメージ。なんですけど、合ってますっけか？ちょっとそのあたりも記憶曖昧ですが、めちゃくちゃコログとかいそうじゃない？この辺。ただたださ、ドクロのところ、広いだけじゃないよね、さすがに。てか、ドクロのとこ広すぎるな。こんなのいちいち全部回ってらんないよ。ある程度目星をつけたいですけど、なんかある？っていうか、他に祠はないよな。あったとしてもコログだと思うんですけど、コログも、これ、探してらんないぞ。下、ちょっと待てよ。一応周り見て、石とかあったら多分コログなんですけど、パッと見ないぞ。パッと見なんかあった。コログあったよー。ファイヤキースもいましたが、そろそろ朝ですね。ファイヤキースさんやられてくださいな。あれ？ファイヤキースって日光じゃやられないんだったっけ？普通のキースはやられたイメージがありますけども、弓はうまいね。なんだ、やめて。まだやってないよ、MK さん。こう来て。うわ、これこそリーバルトルネードだって。うわ、これリーバルトルネードなしでいけるかな？でもやるしかねえよな。うわ、スタルも、ちょ待って。これリーバルトルネードなしでいける？いいって、もう、論外。ちょ、君倒さないと論外か。ほら。で、頭。ほら、オッケー。君倒して。待って、これいけんのか。リーバルトルネードなしで。うわ、でもいけんのかな。超頑張れば。いくよ。ほい。で、ここ走って、落ち着け。はい、こう来て、一旦ここ回復挟む。で、もう一丁行きますよ。マックスまで回復したら、ほい。いやー、間に合うか？なんか怪しくないか？おい。あ、間に合った間に合った。 OK、 思ったより余裕ですね。もう一段階ぐらい崖があると思っておりました。はい、ということでここのコログも回収しまして、まだいそうじゃない？これだけじゃなさそうじゃない？なんかドクロ池、キルトンとホコラとコログ1個。いや、そんなわけないっしょ。まだなんかあるよね。っていうか下のさ、海のところとか全然見てないじゃん。待てよ、怪しいな。見ましょうか。うわ、こういうさ、塔の上とか怪しいんだよな。ちょっと一旦この上登っていいですか？あるかな、頑張りゲージ。あれ、間に合ってる？頑張りゲージ間に合ってない説がMK さんの中で今浮上しておりますが、ここ引っかかりました。おー、引っかかった。結構なんかデコボコな地形になってるからなんとかなるね。これ石？なんかの骨？いや、骨ではないか。さすがに怖いからあんまりそういうこと言うのやめよう。で、ここホログないんかい。あると思った。下よく見て。なんかあるんじゃないの？怪しいのが。ないか。なんか怪しいとこない？コログのマークとか。あ、飛び込みとかないかな。ないか。ない？ 55 だけ55でもいいけど、あ、一旦これ。変なとこに着地しないとまずいです。あーっと、いいんだよね。びっくりした。ここ入っちゃダメな水かと思った。てか、鼻でかくて普通に気持ち悪いな。ね、なんか、ちょっと紫な色が反射してて、それも不気味だね。ドクロ池っていうくらいですから、なんかいろんな、ね、逸話とかあるんでしょうけども、これはただの草か。もうコログとかも大丈夫？じゃあ他のところ行きますよ。あそこにイカダもあるけど、関係ないよな。関係ないよね。一応イカダの近くまで行って、何もなさそうだったらもう違うところ向かっていきましょう。ここは竜が出るので長居するのもちょっと怖いしね。はい、イカダたどり着きましたが、まあ、キルトンのところに行くための、コログの内輪とかあるだけか。よし。じゃあもう、コログもなさそうなんで、違うところ行きましょう。ドクロ池終わったので、こっち側とか、ちょっと行ってみる？そうだね。この辺とかも、探索甘いよな。うわ、ドイブラン遺跡。絶対なんかあるぞ。ちょっとこっち側、歩いて行ってみましょうか。待てよ。こう？方向的には。あれ？待て待て待て。方向的には違うな。こっち？こっち。はい、じゃあこっち側進んでいきましょう。マップピン、ややこしいから、ちょっとこちら取ってしまいましょうか。おーっと、びっくりした。はい、ピン削除。今ので、でもあそこの祠に飛んでさ、パラセールで進むっていうのも、一つ作戦としてはあったな。めちゃくちゃ高いところからだから、周りも見渡しやすかったような気もしなくもないですけど、まあ気づいた時にはもうすでに遅しということで、あれ？これやった？ここやったのか。遅えよ。さっきのコログの時に欲しかったよ、リーバルトルネード。まあその前に MK さんがめちゃくちゃ使っちゃっただけなんですけども、じゃあリーバルトルネード使ってそっち行くか。おい。もう MK さん使えるものはガンガン使うから。これで、ゴロンの岩肌になってきたな。これの外周をちょっと回っていってみましょうか。ここなんだ？ど根性崖だったっけ？なんかあったよね。ちょっと一旦ここマップピン立てて、そっちの方に向かっていければと思います。暑いんじゃない？この辺。大丈夫？暑いんだったら、火炎耐性の服に着替えないとって感じなんですけども、うわぁ、こういうところもリーバルトルネード使いて。いや、でもまだだ。多分この先使うポイントあるぞ。多分この先 MK さんがもっと心が折れる崖があるはず。その時に使おう。ここだな。なんかいた。鳥が壁に向かって飛んでたけど。はい、ここでリーバルトルネード。うわー、だんだんほら、温度が熱くなってきたよ。そしてこういうね、ただの岩肌とかもね、たまーに石がポロッと置いてあってコログとかありえるんだよな。いや、コログに関してはもう、まあ普通にクリア前までに全部集めるってことは不可能なんで、まあガノン倒してから、最終的には全部巡ることになりそうですけども、まあガノン倒してからポーチ拡張してもっていう気もしちゃうよね。本当に剣のポーチ拡張がね、めちゃくちゃやりたいんだけど、待って、これ、リーバルトルネードさ、あと1回なんだけど、使っていいっすか？この辺で。MK さん使いたくて、ちょっとうずうずしちゃってる。行くよ。ここで、はい、リーバルトルネード、最後の一発。お、なんか見えてきた。あの辺行ってないよね、やっぱり。なんかね、ど根性賭けっていうミニゲームみたいなのがあった記憶はあるんだけど、それこっち方向か。方向違う可能性。あ、ほこら感知。そして、これは火消しトカゲ。ほこらが、どこ？うわ、あの上か？ちょっと待てよ。ほこらどこっすか？こっちではない。え、これ岩ロック？待てよ。なんか怪しくないか？ヒノックスか。なるほど。やっとく？久しぶりに。ヒノックス。いや、なくてもしゃあないしな。行きましょうか。爆弾でちょっかいかける？それとも、ビタロックでちょっかいかける？弓矢でちょっかいかける？爆弾矢でちょっかいかけっか、たまには。うら！オッケーめちゃくちゃ変なちょっかいのかけ方。待って、これ黒ヒノ？ど根性ガキ東のヒノックス。どれぐらい強いかな？うわー！あ、やばい？待って、やばいとこ来た？もしかして。あら？あらら？あれ？もしかして、やばいやつに手出しました？ MK さん。落ち着け。電気だ。電気の矢で、ピン！あ、やべ！嘘。目！はい、オッケーあ、でも体力はそんなでもないぞ。言うて黒ヒノックスだよな。ほら、ほら。あ、待って。ウルボザの怒り。ほら！ビリビリ！オッケーウルボザの怒り。あ、これ1回までか。待て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 。あ、あ、これ落ち着け落ち着け。ほら、ほら、ほら、ほら。もう半分はいった。あ、踏まれんな踏まれんな。こいつ多分ね、攻撃力高いだけだ。電気の矢でまた、あ、目。おい、目出せ目出せ。卑怯だぞ。目出せ目。ほら、やべえ。目出せって、目を出したと。うわ、目出せってば。ちょ。目出せ目出せ。ここで、目出せって。卑怯だな。ほら、あ、くっそ。待てよ。ほら、あー、目がいつも隠される。あ、目。ちょっと待って、電気の矢、もったいねえな。この使い方してると。普通の矢に切り替えよう。ほら。うわー、でもこれである程度、体力減らしていくしかねえのか。お、うわ、目隠しすぎだろ。ちょ。もうこれじゃあ弓矢で蹴りつけるよ、MK さん。そんなんなるんだったらもう弓矢だけで蹴りつけちゃうよ、MK さん。あと一発でしょ。オラオッケーそれを弓を落とさない、弓じゃない、目か、出さないのが悪いよね。はい、お、王家の剣。来た。こちら拾っておきたいので、火炎の体験もう一個あったわ。火炎の剣いらねえな。ちょっと待てよ。写真撮らして、この辺。はい、王家の剣。これ持ってなかったね。結構レアなんじゃない？で、火炎の剣は写真撮ってる。騎士の槍写真撮ってる。あとはいいな。あ、これは極上焼き獣か。焼いてなかったら欲しかったな。焼いてなかったらめちゃくちゃ欲しかった。王家の剣で、まあ、槍とかはいらないか。よし、オッケー。ヒノックス退治。なんか、退治系のミッションがあるんだったら、それを先に受けた方が良かった感はありますが、じゃあ、祠の方向かっていきましょう。こっちだよね。待てよ、なんか、え、これさ、岩ロックも同じ場所はさすがにありえないよな。どっちかだよね。お、これミニゲームじゃない？ミニゲームと一緒になってるんだったっけ、ほこら。あら、ちょっと MK さん、記憶曖昧なんですけども、温泉地を抜けまして、ここはど根性がけ、お前のど根性を見せる頃、やっぱそうだ。記憶は正しかったですね。はい、ど根性がけ。チャレンジしに来ました。あなたに話しかければいいんでしょうか。ど根性五郎、こんにちは。ホット！ここはゴロン族のトレーニング場五郎。崖を登って自分の根性を示す五郎。挑戦したいなら崖の上にいる兄貴に話してみるといい五郎。上にいるの？まあ、これで行けば一瞬なのか。上昇気流で、パーッとどこまで行ける？お、一番上まで行ける感じ？おー、めちゃくちゃ楽だ。こんなん超楽。あ、ほこら。あったぞ。ということで、兄貴、こんにちは。そこにいられると、ほこらが、ど根性を見せるゴロ、マッスル。ここはゴロン族の熱いトレーニング場ゴロ、一人前の男になるための修行場ゴロ、そこどいていただいてもいいですか？どくわけにはいかないゴロ、ここは俺たち、ど根性三兄弟が認めた男しか立てない特別な舞台ゴロ、あ、違うんです。これはほこらって言って、シーカー族の、まあ、説明してもしゃあないな。今は、うちの末っ子がトレーニングの真っ最中ごろ。とはいえ、お前もなかなか根性がありそうな男でしょ？よく言われる。よし、お前もトレーニングするごろ。もしこのトレーニングをクリアできたら、ここをどいてもいいごろ。やりまする。どういう返事よ。よし、いい返事だゴロ。半端なく鍛えてやるから覚悟するゴロ。熱いトレーニングの内容を説明するゴロ。ルールは極めて簡単ゴロ。はい。崖の下からスタートして、制限時間内にここまで登ってくるんだゴロ。ほう。ただし、登ってくるだけではダメゴロ。崖の途中にあるルビーを拾ってくるゴロ。あー、そんなだったな。時間内に崖を登り、指定した額以上のルビーを拾ってくれば合格だゴロ。時間内に登れなかったり、途中でやめてしまった時は、拾ったルピー返してもらうゴロ。まあ、それはそうですね。俺の熱い肉体、己の肉体の限界。精神の限界を試す熱いトレーニングゴロ。では今から、ど根性崖登りを始めるゴロ。はい。わかりました。ほこらチャレンジか、ゴロンのど根性崖やっていきましょう。言い忘れてたが、トレーニングは有料。金とんの ?1 回20ルピー。じゃあ、始めまする。トレーニングで集める額は100ルピーゴロ。こんな数字熱い男なら余裕ゴロ。これクリアしたらもらえるんだよね。ルピーが足りなかったら時間内にゴールしても失格になるゴロ。気をつけるゴロ。では、はい。ど根性崖登り、スタートゴロ。行きましょうか。うわー、待って、緊張するな。これ、上昇気流使うのなしだよね、多分ね。オッケー。ってことは、頑張りゲージに、あ、上昇気流ありか。いや、でも、これはあえて使わずにいこうか。はい、緑ルピーを大量ゲット。3分もあるから、結構落ち着いていっていいと思う。はい。頑張りゲージは、あー、やべ。ちょ、嘘でしょ。嘘。リンクさん。そこ、緑ルピー取ってよ。うわー、めちゃくちゃ変な時間食った、今。おお、青ルピーゲット、ありがとう。これで10か。待てよ。うわー、ルートが2つに分かれてる。とりあえずこっちだ。こっちは頑張りゲージがめちゃくちゃ必要ってこと？青ルピーがめちゃくちゃあるけれど、こう来て、こう来て。うわ、これ、慎重にやった方がいいな。ただただ飛んでもね、あ、赤ルピー上結構ある。これ、道中のルピー、後半になるにつれて、額が上がってくから、これ前半であんまり取れてなくても気にしなくていい頃かもしんないね。はい、赤ルピーそこありま、危ないよ、今の。赤ルピー取って、早く回復して、オッケー。そしたらここも、緑ルピー、これ全部取んなくていいわ。こう来てもう48でしょ。いける。そこの、途中の赤ルピー全部取ればいける。青取って、こう来て、ここ降りて、いいよ。赤が20だもんね。世の言うじゃん。待って、余裕すぎない？うわ、だったら、もうちょっと集めてくればよかったな。待てよ。もうちょっと集めよう。この辺だけでも。こう来て。あー、これいけるかな？あそこの赤取って1分30秒もある。だったらもうちょっと稼いでからゴールしない？これで上登って、もう話しかければ多分終わりなんだけど、あと1分23秒あるんですよ。あ、俺、赤ない、赤ルピー。赤ルピーどっかにね。うわ、あるけど、結構下だな。後ろ？あるかな？あー、もう後ろとかはないのかな？あー、ねえかも。いや、もう。ゴール。エクセレント。よくやったゴロ。では、獲得ルピーを確認するゴロ。獲得したルピー額は155ですよ。155ルピーゴロ。アメイジング。トレーニングは見事に合格ゴロ。このハードなトレーニングをクリアするとは、俺たち、ど根性3兄弟の4人目を名乗っていいゴロ。3兄弟なのに4人目はおかしくない？約束通り、この舞台に立たせてやるゴロ。そして、4人目の兄弟を、根性崖には何度でも挑戦できるゴロ。さらに難しいコースも用意してるゴロ。挑戦したくなったら声をかけるゴロ。別にミニチャレンジではないよね。じゃあ、とりあえず無視でいいか。そしてそこ転ぐじゃない？上にある中途半端な石。転ぐ臭がすごいんですけども、あ、そうでもないかな。あら、なんかいっぱいあるな。全部取れば転ぐ。いやー、関係ないか？関係なさそうな気もするが、思い立ったらやらず、あ、持てない。あ、持てないところがあるってことは、やっぱ違うか。あ、持てない。ってことは、おー、リーバルトルネード回復早。いつでも OK なの？ありがとう。てか、めちゃくちゃ回復するな。これもっとどんどん使ってった方がいいぞ。リーバルトルネード。はい、ということで、ここも祝福かな？最近なんかホコラは祝福しかやってない感がありますが、今75だから、ダウンロードコンテンツ抜かせば、あと、45？ で、今、これやれば、あと44か。いや、結構、やっぱ進んできたね。ということで、お、今度は鉄の宝箱。中からは氷雪の体験。持っといた方がいいのかな、氷雪。まあ、錆びた剣とかよりは使い道あるか。はい、じゃあ、氷雪の体験 MK さんにくださいな。あんまりなんか強いイメージないんだよな、凍らせんのって。炎の方が強い感じがしてしまいますが、はい、ここでもう一個くださいな。なんだったっけ、克服の証。これで4個目?あれ?だとしたらもうハート1個増やせるぞ。さっきのヒノックス、あ、4個目だ。さっきのヒノックスとかもちょっとやばかったので、そろそろハートを増やしたい気もしますが、まあもうちょっと外周ぐるっと回ってから考えましょうか。いきなり今、そうだね、ゴロンシティとかに行ってもあれですしね。てか、暑くないんだっけこの辺って。あれなんかこのデスマウンテンの周りって暑いんじゃなかった。うわ、ギリギリだな、温度計見ると。もうちょっとデスマウンテンに近いと、火炎の耐火の鎧着ないといけないっぽいよね。そしたら下のところもちょっと観察しつつ、他の祠とかコログ探していきましょうか。この奥はいけないエリアだもんね。そしたら待って、なんか竜とか来そうじゃない？こういうね、偏僻なところってね、竜が来る、あ、待てよ、おい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 、MK さん見つけちゃったよ。祠ではないと思うけど、これボムで壊すところですね。何かしらの宝箱があると思います。早速壊していきましょい。どうだ?中から、あ、コログなんだよ、まあまあまあいいけどさ、宝箱があるのかと思っちゃったよ。だいたいこういう難しいのって300ルピーとかさ、まあ100ルピーとかありえるかなと思ったんだけど、コログでした。コログもね、一気に2匹とかあればいいんだけどね、そういうシステムはないんだよな。っていうか、次回作の Tears of the Kingdom にも、コログってあんのかなあるんだろうな。うわー、だとすると、また MK さん何百匹も見つけないといけなくなるぞ。まあまあまあ、それもそれで楽しさの一つではあるんですけども、こういうなんか、端っこのところ、怪しくない、あ、なんかモリブリンが、やった、あ、だだ、落ちる落ちる、リンク、ちょ、何やってんだ、何やってんのえ、あれ、コログかなんか2つあるけど、まあいいや、ちょっと待って、これ下降りたら、モリブリンの集団に、あ、おい、岸くも見つけたぞ。オルディンの化石。あれだよね。あった。そういえば、取ってこいって言われてたもんね。あれだ。ちょっと待ってよ。奥田、ほんとやめて。奥田、今じゃないよ。岩吐いてこないで。吸い込むだけにしといて。吸い込むだけってのもよくわかんないけども。え、爆弾投げてくるんだったっけ。ちょ。なんでさ、プーって吸い込めば爆弾になるの。ああ、仕組みが全然よくわからない。はい、火消しとかゲゲットできなかったけど、いいとして、ちょ。この辺に隠れてれば大丈夫か。あれ撮影させて。あれだよな、来た。火山のクジラの化石。おい、オッケー。びっくりマークついてたってことは大丈夫だよね。アルバム開いて、オッケー。このびっくりマークがついてれば、ちゃんと撮影できてるよってことでございます。3箇所だったよね。あと1箇所なんだったっけ?オルディンと、まあいいや。とりあえず見つけたから、これは後で報告しに行きましょう。いやでも全部揃ってないと、報告しに行っても意味ないのか。ゲルドと、あとゾーラとかリトの方かな。まあ、後でまた探しに行きましょう。そしたら、この辺も祠とかないですか?ありそうな気はするけどな、まだ。てかさ、行ってみる?ちょっと化石のところ。誰かしらいそうじゃない?祠はないにせよ、何かはありそうだよな。ちょっと行ってみよう、せっかくだから。うわぁ、敵の基地になってるだけとかかな。どうなんでしょう。待って、あの奥に見えるの何?なんか、ちょっとだけ出っ張ってるのなんかない、あそこの崖。うわ、気になるところばっかですけども。この辺化石のためにこんな下バーってなってんの。うわ、ちょっと待って。変なところ落ちるとこれもう収集つかないぞ。そっちの崖は落ちたらもう終わりだぞ。そして急に竜が出てくる可能性もなきにしもあらずだぞ。そこも頭に入れつつ行動しましょうね。ほら、なんか、あそこの出っ張り崖がちょっと気になるな、奥に見える。何かかな。楼明?違うよね。なんか人工的な真四角。まあいいや。一旦ここの下。あれ?祠?いや違うよな。ピコンピコンしてないもんね。うわぁ、このでっかい頭のさ、ところ、祠隠すにはちょうどいいと思うんですけどね。祠にはなって、あ!やっぱり、あれっすか?敵の基地な感じっすか?あー、オルディンの大化石。やべ!ちょっと待って。バレた張れてはいない、頭の方とかコログいそうじゃないですか？ちょっと、行ってみてもいい？うわぁ、いないかな？大化石、これ上登って、コログ、いない？うわぁ、いそうなんだけどな。いないか？端っこのところも、いないね。いたらね、もうピカピカ光ってるはず。いないわ。うーわ。え、上のところにさ、一個だけ石とかがポツンと置いてあったら、それはコログだと思うんですけども、それもない？せっかく来たのに、敵の拠点ってだけ？戦う？ちょっと待てよ。あ！火炎の体験じゃん！いらないよ。火炎の体験が刺さってる頭のところ。だったらいいかな。よし、じゃあ、無視しましょうか。うわぁ、なんかありそうなんだけどね。火炎の体験だけか。じゃあ、あちらはいいとして、この先もまっすぐ進んでみましょうか。うわっ！ライネルだ。ねえ、なんか、今やるべきかな、ライネル。今良くない？やらなくても。今やらなくてもいいと思う。今やらない。今やらないわ、MK さん。うわ、でも、このドイブラン遺跡ってところまで生きてんだよな。ここマップ立てて。ちょっと待って、ライネルはいい。やらないわ。本当にやらない。もう、キリないから。まただって赤き月の夜になったら復活するでしょ？あのライネルも。あれ何色？白？黒？黒か。まあ、黒だったらそんなに強くないかもしんないけど。いや、いい。もう MK さんは別にライネル倒したくて来たわけじゃないから。あの大化石の写真撮れただけでミニチャレンジ1個達成してるんで、別にもういいんですよ。うわ、夜になってきたな。夜になると何が怖いって竜が怖いんだよ。もう今日の動画だけで何回竜が怖いって言った MK さん。こんな怖いって言ってんだからもう出んなよ。そしたら、うわ、なんか、この平坦な道も怪しいな。あっちは温泉地帯みたいになってんのか。そして未だに、耐火の服着てないっていうね。なんか、ちょっと変な感じだな。ゴロンシティというか、デスマウンテンの周りにいるのに。そしたら、ゴーゴースミレは別にいいとして、赤い点までダッシュで行くよ。うわ、でも高いところから見た方がさ、祠とかあった時分かりやすいか。ちょっと上気味に進むね。うわ、でも上気味に進むと、今度熱が上気味に進んで、デスマウンテンの河口のところとかってさ、あれがいるだけだよね、ルーダニア。別に祠とかさ、うわ、コログぐらいはいそうだけどな、ルーダニアに飛べば。どうなんでしょう。まあ、いっか。うわ、地形ぐっちゃぐちゃだけど、祠はない。なんか、なんもないのは変だよな。コログとかは絶対あるんだろうけど。いや、びっくりした。ウルボザの怒りか。いつでも放てるよなんだね、ウルボザの怒りは。ミファーの祈りはいつでも使えるよ。リーバルトルネード、いつでも OK さ。ダルケルの守り、なんだったっけ？うわ、ダルケルだけ忘れた。ウルボザの怒りはいつでも、待て。そんなこと言ってる場合じゃねえな。まっすぐ進んで、そろそろじゃない？点のところ。どこだ？あ、あそこか。待って、そこに行くまでにあ、コログはあった。コログはあったけど、コログのためだけにここ降りる？え、祠ない？こんなに距離あったのに？祠一個もない。マジ？え？ありそうなもんだったけどな。なんかうまーく、あれかな？発見できなかったかな。はい、そしたらコログ、あ、ちょ、ここ登って、上から弓矢で打つ系ね。あ、ちょ。ごめんなさい。MK さんがちょっと、バランス感覚なさすぎなんですが、ここで、ピュン！あ、下手くそ。ピュン！オッケー、ナイス！もう一個。ここから、ピュン！ナイス！まだ？どこ？え？音的には？こっち？あー、後ろあった。これ、なんとか、3つで、まだあったか？あれ最初からやり直しこれ。ちょっと落ちちゃったんですけど、MK さん。あれやり直しじゃないな。あとどこだ？こっち？あー、た。全部この石碑というか、まだある。こっち？あたた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 。ほい。これで終わりだな。素晴らしい。弓矢5発とコログの実1個引き換えか。ちょっと損した気分ではあるよね。だって弓矢5本って結構いつも買ってるから、なかなかな値段するよ。それと、あ、これマックス火消しかな。マック、うわ、びっくりした。もうちょっとでけえやつだったら極上獣肉なんだけどな。最近出会わないね。でかい生物。まあ、オルディンのところにはいないのかな。そこなんか、めちゃくちゃでけえ基地になってるけども。無視していいですか ?MK さんが向かいたいのはその基地じゃな、くてですね。びっくりした。もうやめて。その真っ暗な森なんですけども。あ、やっぱりあそこ老明だ。行った？あ、行ってるわ。ここなんだ、それ。なんだいなんだい。なんか近くに見えるけど、あれでけえから近くに見えるんだけど、結構遠いな。そして、この真っ暗な森。ちょっと待って。MK さん。入り口どこだかわかんないんだけどさ、適当に入っちゃダメだよね、これ多分。適当に入っても追い返されるよね。怖いんだけど。ちょっと待てよ。入り口どこ？これ。入り口、ここ？こっち側？うわ、遠いって。ここだな、入り口。マジ？遠くね？そこ？ぐるっと一周回るしかねえか。うんぽ高地の方から行こうか。待てよ。さっきの大化石がそこでしょ？この辺行ってないから、とりあえずマップピンそっちに立てて、そっちからぐるっと一周回って入り口の方に行く感じにしましょうか。そうすれば道中の祠とかも見つけられるかもしれませんよね。ちょっと待って、この辺、暗くて怖えな。やめて。なんか、すげえ霧がかってて、怖えんだけど。こんな怖えとこでさ、竜とか出てきたらもうこのゲームやめるよ、本当に。本当にやめるよ。やめないけどさ。祠の反応とかないな。ちょっと待って。なんか怖くない？いきなり。ちょっと離れれば、この黒い霧収まるから。待って、昼にする？一回。ちょっと怖いよね。なんか、暗くて怖いよ。何あれ？あ、岩だ。びっくりした。なんかの生き物だと思った。モルドラジークだと思ったら、モルドラジークこんなとこにいるわけねえんだわ。そして、祠とかないっすか？こんな広いのに？ありそうだよね。祠。ちょっと近、うわぁ、もう、ライネルのと、さっきいたとここれ。あれ別のライネル？さっきと。これさっきのライネルと同じライネル？違うライネルか？違うライネルだよね、多分ね。あいつ、違うライネルだ。あれ、白だ。さっきの白じゃなかった。あ、上昇気流ありがとう。なんだ、このしょぼい上昇気流は。まあでも、一応こっち行くか。待って、白ライネル。マジでやめて。待って！落とした！あ！竜の落としてる！竜の落としてる！なにどこの、ちょっと待って竜の落としてるな。どこの誰だ？多分ね、でけえ怖いちょっと待てよ。顔見ると怖いんだけど、爪とか狙っていいっすか？ちょっともう、あんま見たくないんだけど、爪、無理だ、届いてね。行く？マジ？行きたくない。腕怖い。ちょっと待って。いけてるかな？ダメだ。ちょっと待てよ。うわっこれ弓矢さ、はやぶさの弓矢とかね。これ遠くに届くやつどれ？森人遠くだっけ？ちょっと待てよ。あ、森人3発。ちょ、待って。もう怖い思いしたんだからさ。何かちょうだいよ。ねえ。怖い思いしたんだから届いてねえ。ちょっと待って。落ち着こう。リーバルトルネードだ。もうあんまりこういうことしたくない。もうなんで自ら近づかないといけないんだ。ここで、そこの、トゲ、オッケー来た！ナイス！もう、やだ、やりたくないのに。なんでやりたくないのにこんなことしてんの？どこ？オッケー。真下。ナイス。ちょっと、ライネル、やめて。おい、拾うなよ。それ私のだからな。鱗？あれ、今。今さ。そっか。あそこは鱗になんのか。待って、もう見たくない。ちょっと MK さんミスった、今。本当は爪とか欲しかった。もう正常な判断ができてなかった。上のトゲトゲのところを打てば、何か違うものだと思ったら、違うね。関係ないね。トゲトゲのところはね。バイバイ。爪と、あとは、角と、口の歯？牙か。そんな感じだよね。だから、鱗になっちゃった。オルトラの鱗、使わないな、別に。まあ、料理に入れれば確か確実大成功みたいな感じだったと思うけど、別にね、別に料理、びっくりした。もう急にやめて音楽変わんの。びっくりするから。ただでさえ今、オルトラ、うわー。雲の中入ってった。もうこれくらいの距離になっちゃえばあんま怖くないけど。てかもうね、なんかもうもう自分でね、この動画編集するときも結局見ないといけないじゃん。うわーって MK さんびっくりしてるのまた、うわー最悪。見るじゃん、自分で。それでもうね、だんだんね、慣れてきたっちゃ慣れてきてるんだよね。ただね、慣れてきただけで苦手ではあるよ。うわ、雨降ってきた。あ、なんか、曇りだ。うわー、曇りすぎ。あ、なんかある。これ何？え？なんかあるよ。これ何？コログ？なんか変な遺跡みたいなのあるけど。うわ、もうなんかいろんなところ来すぎてわけわかんなくなってる MK さん。あ、岩ロックだ。岩ロックってか石ロック。何の音？もうやめて！何の音？何の音？君たちだったらどうでもいいんだけど。何の音今の？これとりあえず王家の件。あ、大きな、ダメだ、これボムだ。ボム。ボム。ボムを置いて、これで、はい、ちょっと雨だけどしけってないね。オッケー。なんかいいの落とした。あ、雷！最悪。雷の音だ。え、待って。ちょっと、この辺のなんか遺跡みたいなところ、あー！探索したいんだけどさ、それどころじゃない、今。やべ、もう入り口行った方がいいな、これ。忙しいな、今日は。これ装備すれば大丈夫か？弓矢も大丈夫だな。で、これは適当に、じゃあこれで、はい、木の枝。これで大丈夫だ。雷は運が悪くなければ落ちてこない。電気のやつ持ってると、バーンって自分のとこ落ちてくるからさ、せめて電気のやつにしないで、まあ確率をね、下げておくという感じなんですけども、ここだよね、入り口。こんにちは。ここ入り口だと思って来たんですけど、やっぱそうだよね。一応やってっていいですか？怖いな。これ、なんだ？え？松明必須？ゴポゴポいって、なにムービー入った。びっくり。この遺跡を訪れし者よ。そのあたに試練を与えよう。はい。何の試練ですか？あんまり、やだよ、難しいのは。暗黒に包まれたこの遺跡に隠された祠を見つけよう。わかりました。まあ、確実に祠、ああ！暗闇すぎる。ちょっと待って、暗闇すぎだって。松明、ああ。ポーチで、松明これもう一個ぐらい持っといた方がいいな。一個捨てて、これで、はい、つけて、はい、ああ！なんか変な燃やし方しちゃった。ごめんなさい。これ、松明？これ。ちょっと待って。これ木の枝になってね。木の枝になってるわ。松明。あ、捨てない。松明。はい、松明を、持ちまして、で、火をつける。オッケー。いいよ。てか、このガーディアンの盾光るからいいね。で、あんまり進むとさ、この地面コポコポしてっからさ、そこに巻き込まれそうで怖いわ。はい。いいよ。なんか音すげえんだけど。何の音？コポコポいってんのは地面？待って、これ敵出てきても MK さん今松明だからね。やめてね。はい。火つけて。やめてね。急に出てくるのだけ禁止ね。ホラーゲームやってんじゃないんだから MK さんは。違う？こっち？方向がわからんのですわ。あっ！夜光石だ。あ、待って、危ない。罠だ。あ、マップを見ればいいんだ。待って、右下のマップを見ればいいんだ。こっちじゃね？真ん中の方でしょ？絶対進むべきは。あ！違った。なんか見えたと思ったら、炎のかけらだった。あ！忍びだけ。待って。神髄に近づこうとしてないか？入ってきてるよ、なんか。神髄に。いいよ。なんか、真ん中あたりには来てると思うんだ。ああ、びっくりした。なんだよ。狼かよ。狼はどうでもいい。あ、行き止まり？いや、そんなことないな。こっちだ。おいおいおい。いけるぞいけるぞ。え？何？剣？うわー！やったわ！やらかした！あ！ちょっと待って。ちょっと待って。これでさ、火つけてさ、あれ？火つかない？うろぼざの怒りはどうでも、あ、来た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 。で、松明を、捨てない捨てないバカ松明を、ほいで、松明、あ、松明拾って、拾って。オッケー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 。あーよかった、火ついた。火がなくなるのが一番嫌だわ。どっかにこう間違って乗り、あー行き止まり？うわー、何？なんか音聞こえたけど今。何？なんか音聞こえたけど？え？なんか音聞こえるね。こっち？こっち？なんか音聞こえるよ。あ！待って。なんかいるな。ヒノックスか？なんかいるよね。確実に。なんかいるよね。なんか、寝息みたいなの聞こえるよ。それ何？それ何？なんかあるけど。これ登っていい？一回。これ何？え？はてなはてなはてな。これ何？ファイアロッド。え？武器ポイント、ちょっと待って。ファイアロッドを拾う必要？あ！あったぞ、ほこら。ちょ待って。ファイアロッド、拾う必要ある？ない？ファイアロッド拾う必要ある？あんのかな？一応拾う？じゃあ、これ捨てて。拾ったら真っ暗よ。ちょ待って。一個さ、焚き火作ろうぜ。ここに、あ、見えないよ、もう。見えないって。見えない。待て。これで。はい。あ、お、焚き火どこ行った？あれ？下行った？焚き火どこ行った？ちょ待って。やだ。暗い。やだ。何が起こってるの今。一回落ち着こう。一回コントローラーから手離そう。待て。一回まず、光を灯しましょう。なので、もう一回チャレンジします。はい。もう落ち着かないとダメだ。置く。で、こうする。うわ、壊れた。で、これで松明に火をつけます、今度。あれそれ落ちてるのは、あ、さっき捨てたやつか。松明何本ありますか？ 2 本ありますね。はい。で、松明に火をつけます。ほい。いいよ。ねえ。待て。祠、さっき見えたよな。祠どこ？さっき見えたけど。あれ？祠どこ？あ、なんかさっきからあ、それ落としたやつか。あれ？祠、あたた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 。あっちだよね、方向的に。いや、でも待って。これさ、一回炎の矢さ、撃ってみてもいい？そっちに。道どうなってるか見たい。3本の方がいいわ。これ一回撃ってみていい？どうなってんだ？なんとなく見えた。なんとなく見えたね。もう一回行くよ。え？あれ、祠じゃない。玉だ。あ、待って、火同じことしてる。ちょ待って。これ、火炎の体験でさ、この辺火つかない？あ、この辺、草。あ、やべ、なくなっちゃった。ちょ。草ない。ちょ待って。もう一回。松明。置いて、で、うわ、これ火の矢もさ、あんま無駄遣いすると終わるな。これ装備して、火つけて、あー、爆弾危ねえ。待って、どこ？あれ？これ？あれ何？あれファイアロ、待って、さっきのどこ？さっきの足場見えてたのどこ？ああ、もうわかんなくなっちゃった。さっきの足場見えてたのどこ？ねえ。あ、やべ、もうちょっと、やべ、もう無理だわ。そこまで行くか。何？夜光石ある。あ！夜光石いっぱいになってきた。もう待って、一回ちょっと、MK さん、冷静になるために終わるわ、一回。ちょっと今日一旦ここまでにしておきましょう。次回ちょっと、この先どうなってるのか全然わかんないけど、やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、見えなすぎでしょう。